フェリーで7泊8日の北海道、ずっと直線大出現、ひたすら運転、直線10キロもあったよ。珍しく晴れてる。もちろん雨も降る。世界自然遺産も見ちゃうぜ。では始まるよい。ドアメです。どうも、一生声かけ中のものです。というわけで今回はですね、突然ですけれども、私そしてこのメキシコちゃんがですね、一緒に北海道に旅します。7泊8日です。無茶です。これまで長いこと一緒に旅をして、割とこの子程度が良くてですね、長距離も安心だということが分かったので暴挙に出ました。ただですね、今回ですね、この旅のためにグレードアップ装備を施してます。緊急事要です。それはこの中、これまでこの中のスペースには謎のビールの栓抜きにしか使えない予備マフラーが入ってましたが、今回てれーん、新品のポルシェホイールと新品のタイヤ、つまりスペアタイヤです。この車、今までパンク修理材しかありませんでした。これを積んだので、もうどんなトラブルも安心です。え、他にも心配事があるだろうって、やる前から心配するバカがいるかよ。というわけでこれから頑張って行ってきます。さあ、今から走行開始ですが、まずは距離計見ましょう。69,596キロ。これが7泊でどこまで増えるでしょうか。ちなみに北海道へのルートですが、この埼玉県南部をスタートして茨城県の大洗港からフェリーに乗って苫小牧へ目指します。まずは高速道路に乗ります。首都高です。北上します。さあ、そして今外環道に入りました。埼玉県を東に進んでます。この後北上するための高速道路に乗ります。いや、しかし燃費のためにクーラーはなるべく入れたくないんですけど、今日湿度がすでに 76%、 すごすぎて、三角窓開けても雨が入ってきちゃうんでクーラー入れます。いや、本当クーラー付き買っといてよかった。涼しい。旧車にクーラーってどうなのっていう人もいますよね。トラブルの原因になるっていうのも。でもね、あったらね、あった方がいいっす。常磐道に入ります。これで北上します。今常磐道を走ってるんですけれども、はっきり言ってメキシコちゃん絶好調です。もともと好調のメキシコだったんですけれども、今回旅に行く前にですね、東京のクーレーフォルクスワーゲンの専門店で初めてオイル交換をしてもらいました。今までしてなかったんです、ごめんなさい。で、これがですね、結構ね、時間かかったんですよ。で、クーレーフォルクスワーゲンのオイル交換って時間かかるもんなのかなと思ったんですが、後で聞いたら、なんかね、ちょっとね、前のオーナーさんがオイル交換した時にちょっと違うやり方やってたみたいなんです。そうそう、そもそもね、いわゆる一般的な汎用のフィルターを手で回すようなああいうタイプじゃないんです。ボルト止めなんです、フィルターが。で、そのフィルターの留め金を留める時に液体パッキンをたっぷり塗っていたんですよ、前のオーナーさんが。で、それ実はね、フォルクスワーゲンのパーツの精度が高いんで、本来は液体パッキンいらないんですって。で、固形のガスケットもそこは必要ないんですって。なしでボルトを普通に止めればぴったり密着するらしいんですね。ただその前のオーナーさんがつけてた液体パッキンをそぎ落としてきれいにして、それからオイルフィルター新しいのにして戻してくれたっていう作業があったんで時間かかったそうです。
でもそんなの私全然そんな構造全然知らなかったし、いや、やっぱ専門店って任すべきだなと思いました。ちなみにその専門店初めて行ったんですけど、その場所にたまたま居合わせたフォルクスワーゲンのタイプ3のオーナーさんが私のチャンネル見ててくれたみたいで、すげえびっくりしてました。こっちもびっくりしました。いきなり視聴者さんいたんで。というわけで今メキシコはオイル交換直後なんで、とても絶好調です。気持ちいいです。常磐道の友部サービスエリアに入ります。ちょっと休憩です。土地のものがあるそうです。それにしてもずっと雨ですね。やまねー。ちょっと今アンガールズみたいに言っちゃった。友部サービスエリアです。入ってみます。このサービスエリア限定の品がありました。これチューズ、気になったのはここ。テレビで紹介されてると弱いんです私。というわけで買います。買ってみよう。あ、で、あとすみません、袋もお願いします。買いました。なんか由緒正しいんだかどうなんだか分かんないやつなんですけど、チューズって名前ですね、これ。なぜかというとチーズと柚子で作ったやつだから、それでチューズ、チーズ、チーズ、柚子、チューズ、チューズということなんですけど、これなんでチーズと柚子かっていうとですね、まずチーズが、ここ今茨城なんですけど、茨城といえば水戸光圀公、水戸黄門ですよね。水戸光圀公って日本で初めてチーズを食べた人って言われてるらしいですよ。知らなかった。で、その水戸光圀公ゆかりのチーズと柚子。柚子はねよくわかんないんだよな。なんかね表示見たら四国産って書いてあったし、まあとにかくチーズと柚子を混ぜたものです。食べてみます。中はね結構もちもちの、なんだろうこれ、ケーキみたいな、カステラみたいな感じですかね。ちょっと割ってみます。おクリーミーっぽい。いただきます。中身がチーズというよりも柚子の味が結構強いんですけど、爽やかでさっぱり。美味でした。ごちそうさまでした。なんかでね、その水戸黄門こと水戸光圀さんはチーズだけじゃなくてラーメンとか餃子も日本で初めて食べたらしいっすよ。でもそれってどうやって証明するのさまあいいっすけど。友部ジャンクションを北関東道に入りました。これで東方面大洗の方に進みます。フェリーターミナルの方です。水戸大洗インターで降りてフェリーターミナル目指します。茨城の街並みです。田んぼが増えてきました。見えてきましたフェリーターミナル。すみません、どちらまで行かれます？フェリーに乗りに行くんですけど。あ、フェリーですか。はい、はい、どうぞ。
さあフェリーターミナルに着きました。ここでですね、車の全長を証明するために車検証が必要なので車検証を持ってきます。それにしても雨が止まない。行ってみます。ほらね、このフェリーでこの大洗から苫小牧まで行きます。7時45分出発です。ただ今日天候が荒れてるんで時間変わるかもしれません。これが予約番号とキーでしたっけ。はい、お車なんですが車高変更いかがでしょうか。あ、車高低い登録してると思うんで承諾書にサインいただいてもらって B トールでよろしいですか。はい、車高低いのの承諾書ですね。すっても文句言いませんってやつですね。責任免責です。はい、そう、分かりました。はい、いやいや、すみません、こちらこそ。あとはその代わり適正場所も配慮してご案内をさせていただきます。あ、そうですか、申し訳ないです。はい、問題はないかと思うんですが9番連にてお待ちいただけますか。9番連ですね。はい、分かりました。手続きが終わりましたと、この紙をビートルに載せます。ただダッシュボードがないからどうやって置くのかは分からない、後で考えます。で、これが乗船チケットで、ここのフェリーの予約なんですけどネット上でしてきました。ネット上で自分の情報をあらかた打ち込んでるので結構スムーズです。で、これコンフォートって書いてあるんですけど、まずカーフェリーに1台登録するとツーリストというクラスの客室が与えられるんです。価格込みなんです。で、そこからわずか2000円ぐらいプラスするだけでこのコンフォートというのになります。コンフォートだとホテルの部屋みたいにはいかないんだけどカプセルホテルみたいなこう区切られた空間がゲットできます。まあ、こういう時代なんで区切られた空間はありがたいです。今から準備してこっち、あそこのフェリー乗り場に並んで待ちます。乗船開始時間が18時半なんですけど、保険を取ってですね、余裕を持って今16時10分なんですごい時間あります。ちょっとどっかで時間潰します。実は今結構デカめの台風が来てて、私が乗る便のその次の便はですね、時間変更になってます。だから私の便もそうなるかもしれない。まあそれでもいいや。ここはね、2階の待合所、結構綺麗。成田空港の LCC の待合所みたい、綺麗です。で、乗る船はこのサンフラワー号です。結構有名でしょこれ。今2時間前ですけども、もう結構並んでて一番奥から順々に並んでますが、私は車高が低い車なので9番レーンという特殊レーンです。で、この大洗ってなんか私あんまねアニメ詳しくないんですけど、アニメの聖地的なとこなんでしょ。だからこういうのがあります。で、こういうねアニメに詳しくない人に、まあ私でも知ってる知識でちょっとしかないんですけど教えますね。このキャラクター、これはねミンキーモモです。で、こっちは当然クリーミーマミです。さあ、こんな感じで車を並べました。こっちにフェリーね。他にも待ってる車こっちにいっぱい、ほら他にバイカーの皆さんもいますね。さっきはついてなかった船内の照明がついてきました。貨物の搭乗は開始してます。まもなく我々の番です。周りの人はエアコン焚いて待ってるんですけど、私はこれアイドリングでエアコン焚くなんて多分無理なので外に出ます。なぜならこの室内映ってるかな、湿度 89%、 ふざけてるよだから外に出ます。今ならついてきてください。で、向こうでもしかしたら順番変わるかもしれないんで。
降りました。これ館内案内図、ここの 5C04 というところに行きます。まあとにかく広い。こっちから行きます。すごい、ロビールーム。売店もあります。この会場もありますけど、後で見に行きます。自衛隊さんと一緒です。あ、ありました、ここだ。意外に満喫だと思えば意外に広め。早速ですけど、ベッドの硬さをトロ、中トロ、大トロで確認。冷凍マグロチェック。意外、いやでもそうでもないな。固め、トロでした。でもね、若干柔らかいんだよ、板ではない。いやでもプラス2000円でこの個室はいい感じ。ここてれーん、鏡はあったけどライトはない。まあこれがライトかな。じゃあ100点。でこれはリモコン。テレビはどこか、こっち。なぜかつかない。あ、ついた。そしてここ、ハンガーが2箇所。そして電源はここ、電源がありました。いやでも結構待った。列に並んでから2時間ぐらい待ってます。時間かかったな。車高低いモードにしたから列がですね、普通の乗用車と違ったんです。なんか奥の方から入ってね、それが時間かかりました。次はね、普通の車高で行っても大丈夫かもしれない。じゃあこの後館内を散策します。すごい、トイレもすごい綺麗だし、広い中がむちゃくちゃ綺麗だった。朝食バイキングとかもあります。いいね。6階がレストランなんで行ってみます。なんとエレベーターもあります。そっちが食堂っぽいですね。カラムーチョとかの乾き物の自販機でした。すごいね、ロビーがあって、そしてここ自販機コーナーでした。今度は階段で降ります。5階行きます。5階にショップがあるそうです。マッサージ機もありました。甲板に出てみます。おお、フェリー特有の重油、軽油、この燃料の匂いがすごいです。もしかしてもう出航してました。気づかなかったけど、ほらなんか発車の合図とかないんだね。あったのかな。あったのかもしれない。聞こえなかった。さあ、大洗の100万ドルの夜景があるのかな、ないのかな、見てみましょう。仕方ない、これは仕方ない。そしてここの半屋外にはですね、これペットルームもあった。ペットが遊ぶ場所。ペットルームじゃないですね、ドッグランですね。ドッグランだと思いますがありました。うん、ほらこれだ、ドッグランでした。
テレー。そしてここはなんと展望浴場、すごいね、風呂もあります。そしてショップ、早くも北海道気分高まります。つまみがこれ。いや面白いですね、気分上がってきますね。気分上がったから久々にアルコール行っちゃおうかな。今日行けるかな、試してみます。ビールはセルフ式です。3番の定量ボタンを押してください。ビール、泡が出来上がるまで少々お待ちください。お釣りのある方は忘れずにお取りください。よくできてるシステム、グーって傾けてる。カップをお取りください。ありがとうございました。すごい綺麗に燃えてます。というわけでキャンプ以来超久々にビール飲んでみます。コーナじゃないですけどね、メキシコのコーナじゃないですけど、苦い。やっぱダメですね、もうビール受け付けない体ですね。この前飲んだコーナーはなんとか飲めたけど厳しいな。残念。これから17時間乗ります。むちゃくちゃかかりますね、やっぱフェリーだから。明日の午後2時前に到着の予定です。というわけでゆっくりして寝ます。では。